どうも皆さんこんにちは、きです。今回はですね、クラッシュオブクランのヒーラーありますね。えー、やっぱりタンホール5、6 7の方は結構、えー、とヒーラーを使う場面っていうのが結構多いかと思うんですけれども以前のアップデートでですねヒーラーの AI が変更されたんですねその変更内容というのは、えー、より多くのユニットがいる場所をそのヒーラーが自分で探して、えーとまあ、回復するというものなんですけれどもそのですねその AI の変更によってではないんですけれどもその結構重要なというか結構在庇使い まぁ、あ、ジャイヒーですね。基本的にジャイヒー使いからしたらいいアップデートだったと思うんですよ。しかしながら、えー、ちょっとね、弱点というか、バグではないんですけれども、まあちょっと欠点が、えー、ありましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。こちらなんですけれども、えーっとですね、えー、こちらをネットで拾った画像なんですけれども、まあジャイヒーですよね。一般的な。 えー、ジャイヒーをするときに、こちらのジャイアン、こちらのヒーラーですね。こちらのヒーラーは、瀕死状態になっているジャイアントを回復しています。こちら非常に優秀な、まあ、そのジャイヒーの目的とされている、そのヒーラーの使い方ですね。しかしながら、こちらのヒーラーをご覧ください。えー、体力が満タンなアーチャーを回復し続けています。これはですね、やっぱりその、致命的というか、その、ヒーラーが、その、なんつうんでしょう。 もう何つう,うんでしょうねその致死量っていうかその血何つうの何つうの瀕死状態になっていないユニットを回復し続けているこれはいかがなものいかがなものかなと思いますよねやはりその瀕死状態のジャイアントを回復するのではなくもう完全に HP が満タンのアーチャー うーんちょっとそのまあもう私はもうヒーラーを使う場面がほとんどないのでまあ別にどうでもいいっつっちゃどうでもいいんですけどもまあその中堅層のクラッシュオブクランのユーザーのためにですねやっぱヒーラーは回復するユニットであるのであの回復 回復するユニットだからこそあの瀕死状態 HP が少なくなっているユニットを回復するというのは当たり前のことなんですけれども、まあ、このようなことが起こってしまっているとなのでですね、まあ、そのクラッシュ・オブ・クランの運営さんはちょっとヒーラーをですねやっぱりその HP が少なくなっているユニットをやっぱり優先対象としてねやるべきだと思いますねということでまあ今回はですね、まあ、こんな,なんかヒーラーの。 ま話ですけれどもそのやっぱヒーラーちょっと AI が変更されてまあそのまだねちょっと弱点というかちょっとこう考え直さなくちゃいけない部分があるよっていう話でしたご視聴ありがとうございました。